どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回はロジカルシンキングのロジックツリー、問題解決のプロセスの2回目になります。改めて問題解決のプロセス全体を確認しておくと、こういうことでしたよね。大きくは問題定義、問題設定、そして原因追及、対策立案という4つのプロセスがありました。前回は1個目のプロセス、問題定義というところを確認したと思います。少しだけおさらいしておきますと、ここではまずそもそも問題とは何かということでしたよね。問題解決をしていく上で、まずは問題がちゃんと定義できなければ、その後どんだけ頑張っても効果的な問題解決にならないということでした。じゃあそもそも問題って何か。それはあるべき姿と現状のギャップということで、このギャップのことを問題というわけです。このギャップを洗い出すときにいくつかポイントがありました。このあるべき姿と現状がちゃんと対になってるかな、またはできるだけ数値定量化されてるかな、そのことでギャップが見出しやすい。そして抜き出した問題は本当に解決すべき事柄かというのがありました。これが前回の一つ目のプロセス。このギャップから解決すべき問題を抜き出すときに、これをさらに分解していこうというのが二つ目のプロセス、問題設定となります。このプロセスは何をするかというと、問題は分かった。中でも大きな要素はどこかということを特定していく、問題点の特定ということになります。一つ例を挙げますと、例えばプリンターがあります。プリンターが壊れたとしましょう。じゃあどうしますかって言ったら、じゃあ買い替えるかとはならないですよね。もちろん年数が経っていれば買い替えるかもしれませんけども、プリンターが壊れたといっても全部が壊れたわけではないんです。おそらくどっかの部品が壊れてるんですよね。後の部品は問題ないわけです。言い方を変えれば、プリンターが壊れたといっても、その壊れた部品さえちゃんと修理すればちゃんと動くはずです。これが問題と問題点のイメージ。じゃあこの問題点を探すためにどうするかというと、まさか手当たり次第とはないですよね。片っ端からやってみろってのは非常に非効率ですし、またきっとこれだろうという決め打ちでやってしまっては、本当にこれが解決すべき問題点かがわからないですよね。そこでやるべきは切り分けと言います。例えば全体を縦に切ってみて、どっちの方に大きな問題があるのかな、こっちだなとか、これを上下に切ってみて、どっちに問題があるのかな、こっちだなと、というように切って切って切りながら、どうやら問題点はここだねと特定していく。それがこの問題設定というプロセスなんです。そこでこのプロセスで使うロジックツリーをホワットツリー、要素分解ツリーと言います。問題を分解していきながら問題点を特定するということです。この際も分解するときには、分解したものがミーシー、漏れがないかな、ダブりがないかなということをしっかりチェックすることが必要です。もし漏れてしまっては、重要な要素が抜け落ちてしまう恐れがあるからです。このホワットツリー、要素分解ツリーでは足し算分解というのを行ってきます。分解したものを全部足したらこの元になるよという考え方です。例えば3店舗の店を経営している居酒屋があったとしましょう。居酒屋の問題が月の売上200万が不足しているとしましょうか。これが全体とすると、もちろんここからその問題解決といっても構わないんですけども、ひょっとすると3店舗 A 店 B 店 C 店全部が全部悪いわけではないかもしれない。そこで A、B、C と3店舗に分けてみる。そうするとどうやら A 店の売上が悪いぞということがあれば、大きな問題点は A 店の売上が低いことになります。このように A、B、C を足せば全店になる。こういうのを足し算分解と言います。またもう一つの例で言いますと、全社の残業時間が20時間増加しているという問題があったとしましょう。さあ解決だでも構わないんですが、ちょっと分解してみようやと。例えば部署で分解してみる。総務、技術、営業。もしこの会社が3部門とするならば、これでミーシーですよね。どこが一番残業が多いんだろう。おや、技術の残業が多いぞということがあれば、技術部の問題を解決すれば全社全体も解決につながってきますよね。じゃあ技術部の中でもさらにもし分けるとするならば、階層で分けましょう。管理職、中堅、若手で考えたらどこが一番多いのかな。おや、管理職が多いぞということであれば、どうやら技術部の管理職の問題解決をすることが結果としては一番効果効率が高いということが分かるわけです。もちろん全部やっても構わないんですけども、やはり時間は有限です。一番効果効率の高い問題解決を目指すのであれば、全体を分解しながら大きな要素、問題点に絞り込むということが重要なんです。
改めてまず問題は何かということで問題が明確になったんだれば、その問題の中でも大きな要素はどこかということを特定していく。基本的な考え方はもうこれだっていう発想ではなくて、広げて考えて絞り込む、これを拡散収束と言います。他にどんな要素があるかなと考えて大きな要素に絞り込む、このことによってより効果効率の高い問題解決につながるんだということを覚えておいてください。明確になった問題点、これの原因を探っていこうという3つ目のプロセス、原因追求になります。で、少し余談ですけども、この問題点からこの解決策を持っていくときに、この原因を考えるわけですけども、原因を考えないというやり方もあります。これを対症療法と言います。ちなみにこの原因を踏まえることを対因療法と言います。で、どっちがいいか悪いかではなくて、本来はどっちも必要なんですよね。身近な例で言うと、例えば朝起きました、なんか頭が痛いな、熱っぽいな、これは風邪かもしれんぞという問題があった時にどうやって解決しますか。まあ、通常であれば病院に行って薬をもらって飲んでゆっくり寝る、そして風邪を治しますよね。でもこれってそもそも風邪は治ったんでしょうか。治ってないですよね。これは症状に対する打ち手ということで対症療法というんです。で、確かにその場はね、熱も下がって楽になるかもしれない。でも残念ながら同じことが繰り返されるかもしれない。じゃあ対因って何かというと、そもそも風邪になったのなんでだろうと考えようということです。風邪になったのは最近ちょっと不摂生かなとか、食生活が乱れてるかなとか、睡眠不足かなとかっていろんな原因がありますよね。原因に手をつくことによって、そもそも風邪がひかないような体になろうというのが対因療法です。でも残念ながらすでに頭が痛い、熱があるというのに、さあしっかり食事をとろうとか運動しようなんてはできないですよね。まずは薬でパッと治して痛みは止めないとということです。ですので、目先のすでに起きてしまっている問題に対しては対症療法、症状に対してパッと手を打つこと、そして再発を起きないようにするためには原因を踏まえて対応する対因療法というのが必要なんです。特にビジネスに関する問題解決では、この先も起きないようにする、これが大事なわけですから、しっかりと原因を抑えていこう、今回の原因究明ということが必要なんです。よろしいですよね。では具体的にどうやっていくのか、ここで使うロジックツリー、それはホワイツリー、原因分析ツリーというものを使います。これは因果関係で分析していくということです。例えば問題点が明確になったのであれば、それはなぜと考えていきます。それはなぜということですから、その問題点の原因は何かということを広く考えていく、さらに深く考えていきましょう。それはまたさらになぜと、またなぜとね、どんどんなぜを繰り返しながら広く深く考えていく、これが原因分析のホワイツリーというものです。ここでもこれまでと同様に分解していくわけですから、その原因は未意識になっているかな、漏れはないかな、ダブれはないかなと考える必要があるんです。そこで分け方ですけども、1個前の問題設定、ホワットツリー、要素分解ツリーでは、どこに問題点があるかを探すわけですから、足し算分解ということで考えました。今度は原因ということなので、原因はいろいろありますよね。ですので、その内容によって適切な分け方が必要です。以前ミーシーの、ね、動画でもお話しましたけども、大きく分けると5つの分け方がありました。この中から最適なものを考えながら、なぜなぜと考えていくわけです。例えば店舗 A の売上が200万円不足しているという問題点が明確になったとしましょう。じゃあこれを引き起こしている原因は何かと考える際に、もちろんいろいろあると思うんです。そこで売上に関する原因を考えたいわけですから、計算式分解というのが一番適切かと思います。まあ、売上というのは来たお客様の数かける買ったお客様の率、そして1人当たりで買った客単価という計算式になりますから、売上の分解でいうと客数、購買率、客単価となりますよね。どれが一番大きな原因かなと考えていくわけです。調査してみたところ、客単価は横ばいだ、そして購買率も横ばいだ、おやおや、どうやらこのお客様の数自体が減ってるぞってことであれば、お客様の数が減っているからっていうのがね、原因になるでしょう。じゃあさらに深く考えていきましょう。客数が減ってはなぜかな、新規のお客様かな、それとも既存のお客様かな、なんていう A は not A という分解で考えるならば、新規のお客様は横ばいだな、既存のお客様減ってるぞってことであれば、既存のお客様が減っているからということは原因に行き着くことでしょう。じゃあさらにということで、じゃあ既存のお客様減ってるのはなぜかな、なぜかなと
このようにね、広く深く真の原因を探していこうということです。このようにホワイトツリーでは、広く考えては絞り込み、広く考えては絞り込みと、なぜ、なぜ、なぜと、なぜを5回繰り返すのが基本と言われます。これを5回なぜを繰り返すので、5ホワイ分析なんて言います。まあ、日常生活では、なかなかこのなぜと考える習慣はね、非常に少ないと言われています。常日頃からも、これはなぜだろう、どうしてこういうことが起きてるんだろうと考える癖を持つこともね、この原因分析を上手くなっていくコツだと思います。対策立案ということで、この原因を踏まえて解決策を考えていこうというプロセスです。これ使うロジックツリーはハウツリー、解決策ツリーというものです。1個前の原因追求で原因が明確になりました。さあ解決だではなくて、この原因をまず課題に変えていきましょう。例えば原因が商品 A の注文が少ないからとしましょう。すると課題は商品への注文を増やすとなります。この商品への注文を増やすということを考えたら、何ができる、どうすると考えていくのが今回のプロセスです。やはり分解していくわけですから、これもこれまでと同様にミーシーかな、漏れがないかな、ダブルがないかなと考えていきましょう。今回のケースで言うならば、さあ解決策だといきなり細かく考える前に大きく分けておきましょう。例えば販売、製品、価格と、この3つに分けたときに、じゃあ販売だったら何ができる、どうするというならば、意図的にこの商品 A をおすすめするとか、またはセット販売をしてみる。製品ってことであればリニューアルする、または関連商品を増やすというのもあると思います。価格ということであれば、まあ直接的に価格を下げるのもあるでしょうし、またはおまけをつけるというのも一つの解決策と思います。またさらにと深く深く考えてもいいんですけども、今回は便宜的にここまでにしておきましょう。このハウツリーは右に行けば行くほどより具体的にアクションに近づいていくという性質がありますので、極力深く深く具体的にすることをお勧めします。そこで解決策がいろいろ出てきたと、さあどれにしようかな、これだっていう当てずっぽうではなくて、最後の解決策ですから、より効果効率の高いものを選びたいですよね。そこで最後は評価を行います。評価するポイントは今申し上げた効果と効率です。まあ、効果ということですから、本当にこの対策は効果があるのか、効率ということであれば、それはどれぐらいのスピードで、どれぐらいのコストがかかるのということを評価します。例えばこれらの解決策を丸×三角で評価したとすると、こうなると思います。こう考えると、一番丸が多い、意図的に商品へをおすすめするというのがベストかなということに気づくと思います。もちろん丸が多い、価格を下げるというのもね、一つの解決策だと思いますけども、価格はちょっと怖いですよね。下げれば売れるかもしれない、だけどもう上げることができないですよね。上げたらまた売れなくなるということが起きうるからです。このようにちゃんと評価を考えて何がベストか、これが対策立案の最後のポイントとなります。さて、問題解決のプロセスを確認してまいりました。皆様の職場での、また仕事での問題解決の一助になれば幸いです。またこれからも様々な基礎的なビジネススキルを定期的に配信していきますので、見逃さないようチャンネル登録をしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。